皆さんこんにちは、キリアです。 A 列車で行こうエクスプレス鈴木をプレイしていきたいと思います。さあ、前回こちらの駅ですね、キリア新駅と、あとこちらの空港第二ビル駅、ここを作りました。で、ここの線路を、複々線にしようかどうしようかという話をしましたけど、まず複々線のメリットとして、まあウィキペディアに書いてあった程度の知識しかありませんが、列車の速度が違う時に有効だという話でしたので、ここら辺の1000系、1300系、311系とかの列車を走らせる時には複々線の方がいい。それで、ここの線路が今の段階だと向こうのキリア中央駅の方とつながっている線路と向こうのキリアアイランドへつながっている線路が完全に分かれている状態で、こっちのキリアアイランド方面の線路はここで止まっててもいいかなと思うんですよ。こっちのキリア中央駅の方は、このキリアアイランドの方と向こうへつなげるとして、ここの海浜キリア駅止まりの列車も走らせて、というのもここら辺今まで使っていた1000系1300系とかの列車だとスピードが遅いんですよね。ここら辺の通勤列車だと速度が遅いので、向こうまで、空港の方まで行こうとするとかなり時間もかかってしまいますし、ここの列車は今まで通り東キリア駅から海浜キリア駅までの区間を走る。で、それとは別にキリアアイランド方面で走っていたこの AEK と ARX、 このあたりの速度の速い列車を、向こうのキリア中央駅、東キリア駅の方まで延伸するという形にしようかなと思っています。これでやってみます。これでやってみます。本当まだうまくいくかどうか全然わかんないですけど、で、まずはここかここから線路を伸ばそうとすると、どうしてもこれが、この斜めに立っている他社物件、これを撤去しなきゃならないので、これだけで5億か。まあこれはしょうがないですよね。もうがっつり行ってしまいましょう。で、こことこの新しく作ったキリア新駅を結んで、これで33億円、資金が残り2500億円か。この大改造、この鉄道大改造でどのくらい資金使うのかわかりませんが、まあとりあえずどんどんやってみます。さあ、ここ撤去しました。さらちりになった。で、こっち側もこことつなげて、これで31億円、これで確定。よし、これで複々線ですね。3面4線の駅になりました、このキリア新駅。で、このキリア新駅のこっち側も、こっちの西キリア駅とつなげると、なんでこう大回りしていくんだ。これ32億。ちょっと待って、ここら辺で既存の線路に沿ってカーブさせて、これで大丈夫か。ふむ、これで30億。ちょっとだけ費用が浮いたか。これで大丈夫ですね。潰れる家もない。ここの家が日当たり悪くなってしまいますが、これで行きましょう。確定。で、こっち側も、こっち側はこれで繋げると、繋がらない。なんかすごい繋げ方をしようとしてる。なんだこれは。ここら辺でカーブさせつつ、よし、こんな感じか。ここが一個
潰れてしまうのか、これは駐車場か。ここは必ず通りますもんね。ここで線路の幅をこっちにギリギリにしたとしても、これはしょうがないか。この駐車場を潰して59億円か。これで、くくってい。さあ、駐車場が潰れて、そして、ふくふく線の線路ができた。で、今度はここ、西キリア駅からキリア中央駅の方へ行く。で、ここ、キリア中央駅、以前使っていた貨物船を運んでいた線路がここにありますけど、まあ、ここから繋げていく感じでいいか。とりあえず、ここから伸ばしていって。ああ、ここが絶対ぶつかるか。待って、普通にやると、ここら辺の線、ここら辺の建物を軒並みなぎ倒していくしかないのか。73億円。資金大丈夫か？これはもうしょうがない。この三角の建物はしょうがないので、ギリギリでここに、お、ああ、でもここじゃ建てない、線路が作れない。お、これでいけるか？お、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 お。ああ、でもここでぶつかるのか。こんな感じか。あ、でもさっきのに比べて、この二つが助かってる。で、資金が62億円、8億円浮いてる。これで、やりましょう。さあ、ここがさらちになった。で、ここも、普通につなげるとこうなる。80億円。なるべくこっち側に寄せて、ああ、ここで、くるっとはできないのか。曲がったらもうここで平行に突然なるっていうことはできないですもんね。じゃあ、ここら辺はもうまっすぐ行くしかないのか。いや、ちょっと待て、待て。ちょっと待て。最初にここの高さ、これ10メートルですよね。10メートルの状態で、このギリギリのところに線路を、同じ高さですよね。ここでちょっと作っておく。で、こっから繋げると、いつもこんな風に繋い、おお、できる！できるじゃん。こっちからこうやろうとしてもうまいこと。ここですぐこっちに行くっていうのができないんですけど、これならできるのか。おお。では、これで、まず、ここで、7億。で、ここら辺、これはもう、しょうがない。ここら辺をなぎ倒しつつ。こうなるか。待って。ここら辺で、こっちに、やれば、この家、助かるか。よし。これで少し助かってる。ここで58億円。さっきのと合わせて65億円。端数合わせて66億ぐらいか。最初のが80億だったからだいぶ、これで費用は削れてますね。ここで確定。これでキリア中央駅と西キリア駅が繋がった。さあ、そして最後の東キリア駅。ちょっと待て、待て。ここに、でっかい建物がある。これはどうやっても、無理か。ちょっと待って、これってもしかして。あ、やっぱり自社物件だ。そう、ここ、なんかいいスペース、ポーンと空いてたから、垂れちゃったんですよね。デパート4。
今期利益2億2900万円。1月の21日の段階でもう2億。まあ潰すしかないか。これはどうしようもないですもんね。さあ、これで途中でここのでっかいビルも、にもぶつかるので140億。140億プラスここで入る収益分もマイナスですからね。いや、でもこれはしょうがないか。長い目で見たら140億、ここで発着する列車の本数を増やすことで費用は将来的には稼げるはずですよね。やっちゃいますか。やっちゃいますか。140億、ドーン。はぁ、あ、痛みを伴うこの線路改革。これでこっち側の、線路については、以前ちょっとだけ使った貨物列車用の線路があるので、これで、福福線は完了ということになりました。ふぅ。これでこの東切谷駅から出発した列車はここをぐーっと進んでいって、この切谷中央駅を経て、西の方へぐーっと進んでいって、この西切谷駅、そしてここを曲がって、新しくできた切谷新駅、そして向こうの海浜切谷駅まで行く。で、普通列車はこの海浜切谷駅止まりになって、ここで折り返して、また東切谷の方へ戻って行く。で、一方の特急列車の方は、ここからまたぐーっと進んでいって、向こうの切谷アイランドの方へ向かって行く。という感じで、やっていきましょう。で、そのダイヤを作る前に、ここら辺貨物列車をまず配置しましょうか。ダイヤを作るときに、ダイヤウィザードとかで時間が進んでいる間、何もできなくなっちゃいますからね。まずこちらの切谷空港の方からやりますか。ここは、もともと貨物列車走ってるんですよね。ここにある、この工場から資材を向こうのマップ外に運んでいる貨物列車がまずここにあるので、これですね、MC250 系。これが確か結構スピードが出るタイプだったので、この長い線路、長い距離を走らせていたんですけれども、これを、この20番の列車、これが、平日のみですよね。月から金までの平日で、停車して積むにしてやっていましたけど、これは距離が長いから、この、特に時間指定せずにやっていただけなので、どんくらいかな ?1 日1回でいいか?ここは1日1回。13時からになってるから13時からでいいか。月から金で13時で積むにして、で、ここで積んで、今度こっちに来たとき、ここの駅で、降ろす。降ろすのは別にまあ、これは、時間設定する必要ないか。で、直進するので、今度こっち側に来て、ここの操車場で、ここの工場から荷物を積む。ここも別にいいか。これ設定する必要は特にない。ここで折り返しにして、これで、またこっちに行って、ここの操作場で降ろす。そして直進して今度、こっちへ行く。で、ここでは1日1回のみ。で、OK ですね。よし。さあ、それで今度こっちの切谷新駅の方も、まあ同じようにやっていきましょう。ここは、単純に1個だけなので、こっちどうするかな?さっき使っていたのがこの MC250 系でスピードが結構出るものを使っていましたが、
この距離ならスピードそんなに必要ないっすよね。将来的にまた向こうへ、このマップ外へ、線路を伸ばすことがあるかもしれませんが、今のところはこれが一番良さそうなんですよね。低コストで運行できる。6両編成で20個乗せられるので、これを購入して、で、ここに配置して、ここで積む。で、こっちで下ろす。よし。これで OK。さあ、そしていよいよ問題のここですよね。この路線の列車を、のダイヤを決めていく。で、それ、どうしよう。待って、一旦、ここら辺全部撤去して、で、線形から311形は東キリアから海浜キリアまで走る各駅停車。で、この AE 形と ARX、これが特急列車として東キリアからキリア国際空港駅まで長い距離を走ってもらう。で、間にあるこの5000形と117形はキリアアイランドの環状線。これで、まず、特急の停車駅を決めていくか。まずこの東キリア駅は、まあ始発駅なので、ここは止まりましょう。そんなに特急が止まるほど発展しているわけではないのが、まあ実情ですが、まあとりあえずここには止まって、で、この先にあるキリア中央駅、ここはまあ当然止まりますよね。もう街の中心地、このキリア市の中心地なので、このキリア中央駅には特急は止まる。で、ここからまっすぐ行って先に進んだところにある西キリア駅。ここはどうしよう。すんごい微妙なところなんですよね。街の発展度としてはもうキリア中央駅と遜色ないくらい発展しているんですが、この距離で3駅連続で特急を止める意味があるのかどうか。通過するか、ここ。わざわざ特急を作るんですから、通過させますか。西キリア駅こんだけ発展してるところですけど、特急通過して、で、ここの作ったばかりのキリア新駅。ここもまあ特急は通過でしょう。多分ゲーム攻略的なあれで言っちゃうと、ここで特急を止まらせて人の流れを少しでも多くして、ここを早く発展させるっていうのも手かもしれませんが、まあここは特急は通過します。そしてここの海浜キリア駅で普通列車はここで終了で、特急もここで一旦止まって、海浜キリア駅で止まってこっちへぐるーっと行く、キリアアイランドの方へ進んでいって、さあそしてここのキリアアイランド駅、ここも止まるか。ここで、環状線に乗り換えたりとか、あとここの遊園地に遊びに来る人もいるかもしれないですからね。このビルの中の遊園地に。で、ここから地下に入って、で、ここから地下に入って、ここのキリアメトロ駅、ここはまあ今まで通り通過して、特急は通過、待って、特急は通過といっても、こっちに来るのはもう全部特急なのか。特急の中でも二つに分けるか。特急と急行に分けた方がいいのか。そうですよね。そうしないとここを繋いだ意味がない。海浜キリア駅を出た時点で、特急と急行に分けて、で、特急はこのキリアメトロ駅を通過して、急行はここで止まる。で、こっからぐーっと行って、で、この空港第二ビル駅、ここも特急は通過しましょう。特急通過して急行だけ止まる。そしてここの終点がキリア空港駅、ここは全てが止まるという形にしましょうか。そうなるとさっきのここの西キリア駅、ここも、特急と急行で止めるか止めないかを分けるか。いやでも、待って、あんまり複雑にしすぎてもうまくできなかったら意味がないので、やめよう。ここは通過しよう。全部通過で、
なるべく単純な形でまずはやってみましょう。やってみたいと思います。さあ、そんな感じで次回ダイヤを組んでいきましょうか。私のような初心者が普通、急行、特急と3つできるかどうかわかりませんが、まあ3つといってもこっち側の方は、普通と急行以上の2種類で、で、こっからキリアアイランドに行くと急行と特急の2種類になるということですので、まあそこまで複雑ではないかな。まあできるかどうかわかりませんが、まあそんな感じで、次回やってみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。